皆さんどうもどうもよろしく、私ドラゴン TK です。ではね、今日もエンチャント M やっていきましょう。相手絶対ぶっ潰してやる。望み通り、てめえの力を使ってやるよ。てめえ、力…なんか、新たな力が覚醒した。EX スタンピードフレア。いい肉、ケルベロスコアを手に入れた。関節プラス 20% を手に入れた。え、ちょい、あれは、どうや、生きてたのか。どうや、アツマ君、そろそろ人間ブルノをやめるつもりになる。うるせえ、俺は人間だ、兵器なんかじゃない。いいや、君は人間なんかじゃない、アツマ。どうや、今の僕には理解できる、魔導の力の偉大さをね。なんかどうやもや闇落ちしとるって。これは運命なんだよ。何を言ってんだどうや。君もいい加減に自分の運命を受け入れたらどうだ。トウヤ、しっかりしろ。自分が何を言ってんのか分かってるのか。さすがにトウヤ君は優秀。君と違う、物分かりがいい。少し教育してあげたら、すっかり我々の大義を理解してくれる。うわ、その教育の仕方がやかんやろ。教育、トウヤに何をした。あなたのお友達ね、古代人の血を色濃く引いている。古代人の血を色濃く引いている。お、こいつ、こいつじゃねえか、末裔は。クイーンオブアイスだから、私の魔導機になってもらっている。は？ねえ坊や、お願いだから私に貸しておいてくれないかしら。トウヤは物じゃねえ。物じゃない。貸すとか貸さないとか、勝手なこと言いやがって。あらあら、ムキになって。物分かりの悪い子は嫌いよ。だから君、いつまで経っても落ちこぼれなんだよ。トウヤ君、少しは見習ったらどうか。てめえら、待ってろトウヤ。こいつらぶちのめしてすぐに助けるからな。助ける。うわぁ、もうトウヤ、まあ、治らんて、これあかん。なんだ、トウヤ、何がおかしい。だって、助けるだなんて見当違いもいいところだよ。僕はクイーンの魔導機でいることに満足しているんだ。こんなに満たされた気持ちになったのは生まれて初めてなんだ。何言ってんだよトウヤ。今助けてやるから一緒に行こうぜ。だから余計なお世話だって言ってるだろ。助けてくれなんて誰が頼んだ。わざわざはるばるこんなところまで来ちゃってさ、助けてやるだなんて親切の押し売りだよ。昔から君は押し付けがましいんだよね。うん、くそー、てめえ、トウヤに何をしやがった。アイス、このクソガレメ、ぶっ壊してやる。クイーンに手を出すのは僕が許さないよ。クイーンを倒したければその前に僕を殺すんだ、アツマ。あら、トウヤ、可愛いこと言ってくれるわね。何言ってんだよトウヤ。どけよ、そこどけって、トウヤ。どうなんの。ちょっと何やってるの、ライガー。さっさとぶち壊しなさい。しかし、これはいかに私といえど簡単には。どくんだ。何やつそこをどくんだ。おお、なんかすげえかっこいい。なにこれ、やべえ、何をぼさっとしている。早く行け。
だから謎の男。なんだか知らないけど、ありがとう。行くわよ、ライガ。よい。うん。あ、謎の男も参戦してくれないかな。俺マジでそれを思ってしまったよ。人間ぶってる君は投薬に手を出せないようだね。じゃあそろそろ君には舞台から退場願おうか。私には右腕だけあれば十分なんだ。もう君についている必要はない。さあ死んでくれたまえ。いや壊れてくれたまえか、人間兵器君。くそ。さあおしまいだ、アツマ君。おしまいはあなたの方よ。ナイスカリン。どうやってここまで。そんなの秘密よ。まあんなトラップで私を足止めしようなんて考えは浅はかだったってことよ。とはいえ謎の男に助けられたけどね。まあいい、一人二人増えたところで結果は変わらんよ。自らの愚かしさを呪いながら死ぬがいい。え、何？今度は何？何こいつ？え？ちょっと待って。見たまえ、アツマ君。君の右腕を研究した成果をもとに作り出したゴーレムだ。どうで、素晴らしいだ。エクセレント。この私の、この天才魔導研究者、こう偉大なる研究の糧になれたことを誇りながら死ぬがいい。いや、死にはせんと思うよ。多分、やれるな、こいつは。最初からもうこいつ狙っていこう。うん。で、まずここに持っていく。で、こいつをあいつに当てるやろ。で、これでポイズンミストを、いや、その前にローエングリーンで、ちょっと待って、ローエングリーンはどうなる。あ、そうなるね。オッケー。はい、ショット。レーバー店員、あ、できひんし。ちょっと待って。ここで待機させるとこ。うん。よっしゃ。炎よ。消し組になっちまえ。よーし、これで。あともうちょいでな。てかな、これ2000目やねんよ。うん。一度ね、まあ、勝てるようになってると思うんやけど。終わってもらってさ、やられてしまってな。うん、それでな、うん、えらいことになってもうてんよ。で、これでな、うん、ちょっと待って、これ移動できひんやんかも。ちょっと待って、もうほんまそれさ。ポイズンミストやろ、ハイショットやろ、で、こいつでスラッシュ。ウェーブ。オッケー、ナイス。行くぞ。オッケー、一匹は倒した。これ三匹にしたらあかんわ。うん、前回ね、ちょっと3匹にやってもらって、低濃度も全然ね、うまくいかんかったんよ。うん、ひったくつじゃねえ。だろう、せやね。うん、ぶっ倒そうも。え？ああ、あー、そこしか無理か。ならウェーブやっとこう。
で、ポイズンミスト、いや、ちゃう、危ねえ。で、ハイショットやね。どうしよう、連携ゲージを最大にするか、ハイショットにしとこうな。で、スラッシュやね。オッケー。一匹は倒した。あれ三匹にしたらあかんわ。それがな、ちょっと、うん、自分の中で思ったやつやね。よっしゃ、え、もうこいつ使われへんや今。なるほど、ウェーブしかないよな。これさ、ポイズンミスト、いや、ちょっと待って、ローエンクリーン使えるやんか、使っとこう。ダリアシールズはハイショットで、ライガはスラッシュを、ウェーブをこいつはやっておこう。水よ、どうだ、弾けて消えなさい。どうだ、おいし、行くぞ。オッケー、助かった。くらえよ。お、あ、無理やった位置に残ってもうたか。うん、なら知らないね。お、ナイス、ウェーブ、カリンをこっちに持ってきて、で、またポイズンミスト、で、ここでハイショット、ライガーはしゃあない、ここ もらう、こっちに持っていって、ハイパワーアクセル、自分のパラメーター、あ、ちょっとバリアアクセルしとくわ。いくぜ、よっしゃ、ウェーイ、水よ、いいね、よし、これで半分まで来たやろ。お、前に出てきやがったあいつ、アホやな。で、ここでまたポイズンミストを打っといて、で、ここでハイショットで、で、こいつバリアアクセルじゃない、じゃないハイブレイドでもない、スラッシュか、うん、スラッシュでこれでウェーブやると、そうすることによって、よっしゃ、あ、3匹揃えてもうた、あー、やっちゃってもうた、大丈夫これ。まあ大丈夫っぽいな。3匹揃ってすぐに倒せば問題はない。これね、ただのゴーレムではないの、勝てるとなる生贄やね。エクセレントな力を見せてあげようってくるんやけども、一旦ね、スラッシュ、あ、ちょっと待って、実際にこれスラッシュこっちにやった方がいい、よっ、いいっぽいな。で、ウェーブをここでポイズンミストでハイショット、オッケー、行くぞ、しゃ、オッケー、一匹倒した、助かった、怖っ、いいね、素晴らしい、危ねえ、でもちょっとやり過ごした感が否めない。うわ、93も、マジで、え、あ、あいつも攻撃してくんのか、あー、これ使われへんな。どうしよう、ちょっと待って、
旦な、まあまあこれやるしかないろ。まあこういってキュアパウダー使うしかないよな。でダリアシールズにでスラッシュをやらせる。よっしゃ、癒しの力、1匹は倒した。オッケー、素晴らしい。あいつをな3匹揃わせたらあかんねん。ちょっと揃ってもうた時やったけど、まあね。低濃度も、低濃度もやろ。おっしゃ、助かった。カリンをポイズンミストそこでやるやろ。ダリアシールズをこっちに持ってきてハイショットするやろ。でスラッシュするやろ。大丈夫これ、ちょっと怖い。一旦ちょいと、あーちょっと待って、こいつやな。ちゃこいつもうここでやもうハイショット。ライガーはこっちに持っていってスラッシュやるけど、アツマをこっちに持ってきてウェーブグラブフォースやっとこう。オッケー、あかんこれ、あ3匹揃ってもだ、大丈夫か。うわ3匹揃ってもだし、いやえらいこっちゃ。ポイズンミスト頼むで。ダリアシールズにこっちに持っていってハイショットやろ。ん？あ、ハイショットやろ。んで、ウェーブでスラッシュやっていこう。流れなさい。いいね、いい感じ、いい感じ。それや。オッケー。オーケー、怖っ。3匹揃わせたらな、結構強力な攻撃来るんでね、それがちょっと怖い。ちょっと待って、ああ下か、よかった。闇よいって、まあ大丈夫やね。ウェーブやけど AX は無理か、しゃあないな。ローエングリも無理か、アクアミストしかないやんか。もうスラッシュしかないやんか。もう結構強いな相手。行くぞ。オッケー、いいよ、いい感じ、いい感じ。アツマ、あれやっとかなかな。低濃度も、おっしゃ、2匹目来たやろ。みんな、頑張れよ。あ、ちょ、あ、そうそれで、エーテルリキッドではない、リカバーパウダーか。アクアミストやろ。リカバーパウダーやろ。ライガはスラッシュ直すぜ。オッケー、回復、行くぞ。オッケー、オッケー、いい感じ、いい感じ。3匹揃わせたらあかんで。低濃度も、分かった分かった。違う、そこ違う。でグラブフォースではない、ウェーブで行こう。
で、これでまたリカバーパウダーをやっといて、で、こいつにもリカバーパウダーはもうとっくに使ってるからハイショットを使っといて、ライガはスラッシュを。 OK、 癒しの力しゃ、いいね、いい感じ、いい感じ。ちょっと怖いわ。これ2段階に負けてちょっとね、うん、やらなあかんわ、動画出すのにね。まあそれは こういうところで言わん方がいいんやけど。っておい、危ねえ危ねえ危ねえ。でウェーブ、ちょっと待って、ああ、じゃあウェーブやろ。お、レーバー転移できるやんか。でもちょっと待って、一旦な、こいつでリカバーパウダーをライガ自身にやっとかんとやらあかんから、ここに持ってきてローエングリーンで、ダリアシールズはハイショット、 OK、 治療する、素晴らしい。でもしや EX スキル発動じゃい。 OK、 OK、 倒した。怖いわあいつ。低濃度も、まあそうなるわな。ガハッてか、まあ、まさかこの私をここまで追い詰めるとは。アツナ君、やはり君は実に素晴らしいベルモットだ。うるせえ、そのヘラルツイを今すぐ叩けなくしてやる。うんね、とな、こいつをここに持ってきて、でそれでポイズンミスだよね。あー無理か。まあここでウェーブしとくか。ウェーブ、ウェーじゃないよ、ウェーブですよってね。まあすればいいとして、でスラッシュ、よっしゃ来い。OK、 助かった、素晴らしい。低濃度も、あー出すだけで終わりそうやな。あとは、じゃあでスラッシュでハイショットで、でポイズンミストで、アツマをウェーブ、よっしゃー、オッケー。よっしゃ、もうちょい、低濃度も、よっしゃ、いい感じ、いい感じ。ポイズンミスト、ダリアシールズ、ハイショット、ライガー、スラッシュ、これでもう勝ち決定で、よっしゃ、どうだ、お、何、低濃度も、まだまだおったか。レベルというか、まあ、HP がちょっと残ってる感が否めないか。え、あれ逆になった、なら逆でいくかも、一緒のこと。ウェーブ、ポイズンミスト、ダリアシールズにハイショットで、こいつにスラッシュ、よっしゃ、終わったんちゃうか相手は。ああ、終わった、よっしゃ、やった、さらに磨きがかかったわ。おお、レベル全員上がった、すげえ。いやー素晴らしい、ありがとう。
ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので見てください。ではさらば。